日本九州地方鹿児島県泉郡長島町。長島町は、鹿児島県の北西部に位置する町である。泉郡に属す。鹿児島県の北西端に位置し、長島の全域と小浦島、いから島、獅子島などの島からなる。現在の長島町域は、元来肥後国甘草郡に属していたが、戦国時代に、殺州や島津市の島津忠金が同島内の、 道崎城を攻め落とし、以来薩摩に属している。旧、長島町と町名は同じであるが、編入合併ではなく、長島町と東町の新設合併である。町名は住民らから募集し、合併協議会により最も応募数が多かった、長島町に決定した。他に、長島町、新長島町、東西長島町、薩摩長島町、 黒の瀬戸町などの案があった。長島町役場長島町役場指向庁舎、鹿児島県警阿久根警察署の管轄下にある。高等学校中学校小学校町内に空港はない。最寄りは、鹿児島空港。町内を鉄道路線は通っていない。最寄り駅は、JR 九州九州新幹線及び日殺オレンジ鉄道日殺オレンジ鉄道線の出水駅。 黒の瀬戸にかかる黒の瀬戸大橋。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。ありがとうございます。